コメント、池袋トンチンは豚骨で外れだから行ってみな。池袋のトンチンはうまくてまずい、うまずい豚骨で有名ですよ。まずいのに味を忘れて、あれトンチンってうまかったようなってなってリピートして、結局まずいんですよね。どういうこと？すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日来ておりますのがね、夜の池袋なんですが、これからすすりに行くお店こちらです。ふとん JR 池袋駅から徒歩3分くらいのところにありますとんちん池袋本店さんにお邪魔してます。冒頭からですね、ちょっと刺激的な、しかももう7年くらい前のねコメントを読ませていただきましたが、こちらとんちんさんはね1992年池袋にて創業しました。店員さんはねもともとそのラーメンが大好きなトラックドライバーだったらしくて、24歳の時にねとんちん始めたらしいです。冒頭のコメントでもあったように、このうまずいっていうのがどういうことなのか、僕の拙い五感をフル活用して確認していきたいなということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー、レッツゴーか、ごめん、レッツゴー、なんで間違ったの。さあというわけでね、東京でももう指折りと言ってもいいんじゃないでしょうかね。繁華街である池袋、しかも夜の池袋ということで、怪しげな光がねこうこうと輝いておりますが、あとめちゃくちゃ人が多いです本当に。これから行くのがですねとんちん池袋本店ということで、この7年前に来てたコメントがね僕ずっと覚えてたんですよね。とんちんはうまずいっていう単語がどういうことなのかなっていうのが本当にずっと気になってて、なのにねとんちん実は僕一度も行ったことがなくて、いろんな人と話してるととんちん好きっていう人の話もいろいろ聞くんで、これはちょっと言っとかなきゃいけないなということで、今回念願の訪問になっております。そんなわけで皆さんからいただいたコメントを読ませていただきます。毎日ラーメン食べてるのに肌綺麗なの羨ましいな、どんなスキンケアしてるか気になる。いやそんな言われたらめちゃくちゃ嬉しいけどね。僕もともと肌がめちゃくちゃ弱いので、もう本当幼少期からずっと肌にもう薬を塗り続けてるんですよ。塗りたくってるんですよね。もう毎日朝夜僕シャワー浴びるので、その時に毎回も薬を塗りたくってるんで、多分ね1日1時間ぐらいはね結局もう薬を塗りたくってるわけですよ僕。肌に、もともと肌が弱いっていうのもあって、常に毎日スキンケアを自然にしてる状態って感じですね。調子のいい悪いめちゃくちゃあるんでね、季節の変わり目とかね肌荒れが治んなかったりするんで、そういう時結構コメントでねいろいろ書かれたりするんですけど、こういう風に言っていただけるのはね非常に嬉しいですし、もっと生まれた病気なんでねちょっとどうしようもないんですけど、改めてねこうスキンケアの大切さをこう実感するなっていうところで、すする氏が再訪するお店はガチだと思っております。これは確かに間違いないかもしれないですね。やっぱガチだと思わないともう一回行きたいっていうのはあんま思わないんで、やっぱり、毎日いろんなラーメン屋さんこう食べ歩いてる分でなかなかこう再訪するっていうのが難しくはあるんですけど、それこそコラボとかの時ね、やっぱ一回自分で行って美味しかったなって思ったお店にそのコラボ相手の方を連れて行きたいっていうのがあるんで、そういった意味ではやっぱ再訪してるお店はね結構ガチなところが多いと思います。はい、というわけでトンチンさん到着しました。カブライの隣にあるんだね。うまずいとは果たしてどういうことなのか、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。めっちゃ逆光だ。さあトンチン池袋本店さん、ショーケースです。今回は特性的な東京豚骨特入りラーメンと一杯無料のライスをプッシュしました。背脂多めにしてもらってますか。背脂の量を増やせるだけでなく、麺も縮れ麺かストレート麺を選べ、すするは縮れ麺でお願いしました。現在の池袋本店は9時から23時の通し営業ということで、非常に行きやすいお店となっており、この日すするが訪問した19時頃はちょうどディナータイムということもあり、続々と仕事終わりらしき方々が店内に吸い込まれていきます。人生初のトンチンということでワクワクしながら待ってるぞ。いただきます。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。こちらがトンチン池袋本店さんの東京豚骨特入りラーメン、背脂多めです。よっしゃー。ネギがドドンと乗り、背脂が散りばめられた夜に食べたくなるナイスなビジュアルで、これを特入りラーメンと呼ばずに何と呼ぶ。無料のライスもありがたいぞってことでいただきます。ではまずスープから。突き抜けるような旨味があるタイプではないものの、程よくうまい東京豚骨醤油味といった感じで、甘みのある背脂と豚骨臭のある甘めな醤油スープは癖になる味で、つい何度も飲んでしまいます。うますぎずそれでいてまずくはない、そして普通でもないこのラーメンを表現するにあたって、愛を込めてうまずいというのはあながち間違ってはいないような気もします。さあ続いてチャーシューの下から麺を引き上げ、せーのでスースルー。そうさん、平打ちで縮れた中太麺はすすってみると軽やかなすすり心地でコシがあり、もっちりとした食感もナイス。すするとより豚感が増して食欲を刺激し、思わずライスも食らっちゃう。ネギを絡めるとシャキとした食感に加えて、旨味を含んだネギがスープに溶け出し、美味しさブースティングされて、これまたナイス。味ネギってやっぱりいいね。
ネギがうまいな。さてここで卓上にあった辛高菜をライスにぶっかけ、さらには豆板醤までかけて食らってみましょう。この辛高菜がシンプルにうまく、しっかり辛くてうめい。そして今度はおもむろにチャーシューを食らってみると、とろっと柔らかく脂身が程よく乗った薄切りのバラ肉で、食感もナイス。味しみもちょうどよくてライスとの相性も抜群。チャーシューもとろっとですね。刺激的なコメントによる前評判で少しドキドキしていましたが、今ではすっかりテンションも上がってどんどん食べ進めちゃってます。愛を込めた表現であるうまずい、すなわちそれは愛されている証拠なのではないでしょうか。てな感じで後半戦は我慢できずにラーメンにも辛高菜を投入。思った通りスープとの相性もバッチリで、なんならスープに入れた方が隙間であります。他にも卓上調味料が豊富に置いてあるので、自分好みのカスタムを見つけて通える楽しさもあり、トンチンにはまる理由の一つではないでしょうか。というわけでスープやチャーシューをライスと合わせて食らうたびに、無料であるありがたみをひしひしと感じ、味玉をカプカプと食らいつつ、残りの具材も余すことなくさらっていると、本日も完食です。大変美味しくすすれました。ラーメン屋ひいては飲食店のひしめき合う池袋で、長年愛される理由もわかる一杯でした。それではコスメオウ。はい、ごちそうさまでした。というわけでトンチンさん行ってきたんですけれども、いやうまかったですね。確かにね、言われてみればうまずいっていう表現はすごく的確なのかもしれないですね。とはいえなんかこうまずい要素がめっちゃあるっていう感じじゃなくて、なんて言ったらいいのかな、あの感じめっちゃねこう突き抜けてくるうまさがあるわけではないんですけど、なんかこうね癖になる味のスープなんですよね。一口目飲んだ時に甘みがね結構グッときて、後からこう豚の旨味がね追いかけてくるみたいな感じだったんですけど、食べ進めていってね後半それこそやっぱあのネギとかの力がかなり大きかった気がする。あのネギであったりとか、あの卓上のね調味料、まあ僕高菜入れたんですよラーメンに。あの高菜とか入れるとね結構いろんな旨味がこう複合してきて、まあ、最終的には全然美味しかったですね、うん、まあなんて言ったらいいのかな、こう気合を入れて、しゃ今日ラーメン食べに行くぞみたいな感じで食べるラーメンっていうよりは、もう気軽に普段使いできるお店っていう感じですね、うん。まあ、きっとあのコメントをね送っていただいた方もね、多分トンチン好きなんだと思いますね、はい。そのまずいっていう単語を強調したいっていうよりは、全然好きなんだけどなんかこう手放しにこう褒めるのはちょっとこうなんかなみたいなすごいなんかそういう意志を感じますね、はい。とはいえね、まあ、こんだけラーメン毎日食べてるにもかかわらず、僕トンチン本当今まで一度も行ったことがなかったので、今回ね初めてすすることができてすごく嬉しかったですね、はい。本店は夜の11時までやってるので、ちょっと一杯飲んでねラーメン食べたいなってなった時とか、すごくちょうどいいラーメンだと思いますね、まあ、本当、まあ、ラーメン激戦区であるね、その池袋でもう20年以上続くお店なんで、まあ、それだけ愛される理由もわかる、こう気軽にね入れるお店ですごく良かったですね、うん、ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、トンチン池袋本店さん、飲んだ後に特に食べたいわ、締めで食べたくなる理由がわかる一杯でしたね。